撤去作業はカラスの巣が電線に触れることによる停電を防ごうと、東北電力ネットワークが巣作りが盛んになる3月から5月頃に毎年行っています。奥州市内で行われた作業では、職員2人が作業車に乗って電柱の上に作られた巣を取り除きました。今回撤去された巣は直径50センチほど、木の枝でできていることがほとんどですが、中にはハンガーのような針金が含まれているものもあるといいます。たまにこれに針金が入りますと電気が通電しやすくなりますので、漏電して停電してしまうという形になります。去年、県内の東北電力の電柱では861個のカラスの巣が撤去され、巣が電線に接触したことによる停電が2件発生しました。東北電力ネットワークは、電柱の上に巣を見つけた場合、コールセンター0120-175-366に電話をするか、ホームページのチャットから連絡するよう呼びかけています。